東徹君。日本維新の会の東徹です。参議院憲法審査会会長、林芳正君、不信任動議につきまして、賛成の立場から討論をさせていただきます。平成30年2月以来、参議院憲法審査会が開催されていないという異常事態が続いております。その責任はただ憲法審査会会長にだけ責任があるということではないということは、重々承知の上であります。当然、野党の一部の会派が今回も審議に応じないということが最大の問題であることは、これはもう職場放棄と言われても仕方がありません。国会は言論の府であり、憲法審査会が設置されており、議論にすら出てこないという態度は、議員であることを自ら否定しているのと同じであります。議員であるまじき態度だと言わざるを得ません。議論からただ逃げているだけであり、2年半も応じないという、このありさまは異常であり、議員として最も卑怯であり、恥じるべきであります。本日、野党の一部の会派が会期延長を求めるのであれば、最低憲法審査会で十分議論ぐらいしてから求めるべきであります。我々はただ憲法審査会で議論すべきだということを2年半近く求めてきました。特に今回のようなコロナという危機に、戦後最大の危機に直面しているときにこそ、我々は緊急事態条項や、そしてまた教育の無償化、同州制を検討する統治機構改革、こういった機会に真正面から議論すべきであります。しかし、憲法審査会が開催されていない問題は、一部の会派が議論に応じないだけが問題とは言い切れません。審査会会長には、ただ両筆頭間に任せておるだけではだめでありまして、責任を果たしたことにはなりません。審査会会長としてのリーダーシップを発揮していただき、審査会を開催する責務があるのは当然であります。審査会会長には、公用車が専用車としてあてがわれ、会期中は土日祝日も含めて、一日の手当が6000円つくんです。150日間であれば90万円、一度も議論もなく、公用車が使われ、手当がつくというのは、国民目線で考えれば誰も納得できません。このような状況は、一部の会派が出てこないから仕方がないでは済まされない事態であることを十分ご認識いただき、参議院憲法審査会会長、林芳正君、不信任動議に賛成の討論とさせていただきます。他に意見もないようでございますので、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。憲法審査会会長、林芳正君、不信任の動議に賛成の方の挙手を願います。少数と認めます。よって本動議は賛成少数により否決されました。会長の復席を願います。これ。